これ本当にできるかどうかわからないのですが、とりあえずやってみます。ここにあるこれ私の格安スマホです。1ヶ月990円しかかかっていません。これをまず立ち上げて、そうですね、これね。1ヶ月990円です。出てくるかしら。あ、ほら、割と早いですよね。でもね、考えてみたらね。これ、こんな感じで。あ、これってどうなんだろう。まあ、こんな感じなんですけど、これ、だから、格安、だから低スペック。完全に低スペック。だから、これでできるだったら、iPhone とかそうなったら、もうサクサクできますよね。ここに Google 翻訳ってあるんですけど、これ Google 翻訳を出して、まあ、こんな感じね。これ大丈夫か、見えるかな。こんな感じなんですけど、で、ここ今ね、日本語、英語になってるんですね。日本語、英語になってますから、これをこうタップして、まあ、何でもいいから話してみてください。これね、で、これを、ボリュームがオフになってました。Please feel free to talk about anything. っていう感じね。こういう感じで、発音も言ってくれし、英語にも表示してくれるんです。簡単でしょう。これあるともう通訳いらないんじゃないですか。というか、今度は私、今回、これ使って通訳しようと思ってます。本当に。こっちも楽なんですから、大体。それ正確だし。例えば、この酒蔵は代々続いていて、もう600年になるそうです。これですね。This sake brewery has been in operation for generations and is said to be over 600 years old. 完璧な英語になってますね。これこう読まれるんじゃなくて、This sake brewery has been in operating, operating, has been in operation, operation, はい、for generations and is said to be over 600 years old. で、私よりもずっとこっちのこれの方がいいですよね。This sake brewery has been in operation for generations and is said to be over 600 years old. 多分こっちの方が、英語のネイティブには分かりやすいと思いますね。こんな感じで、もう、あるいは例えば単語だけでもいいから、そうですね、登山用品は必要ありません。No climbing gear is needed. はい、それとか、スズメバチが出るかもしれないんで気をつけてくださいね。あ、間違った。もう一回ね。これ間違っちゃった。スズメバチが出るかもしれないんで気をつけてくださいね。Please be careful as there might be wasps. はい、という感じで、簡単に通訳できます。